皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、英雄伝説戦の奇跡実況プレイパート48やっていきたいと思います。実習でノルド高原までやってきました。ノルド高原というと、ガイウスの実家がある場所です。で、まあ、今回はその活動拠点となるのはそのガイウスの実家ということで、この広い高原を、ね、この馬に乗って移動して、まあ、ガイウスの実家がある集落まで行きたいと思います。で今現状はですね、特にあのモンスターとかも出てこないので、まあ、まっすぐ進みましょう。誰かやると思った。アリサさん子供みたい。ちょっとハイになってるみたい。気持ちはわかるけどね。分かれ道に来たけど、こう広いと方向感覚が曖昧になってくるな。一応目印となる地形を教えておこうか。あれが出発地点であるゼンダーモンだ。あれは三角岩、この一帯の中心になっている。すごく大きな岩山ですね。確かにいい目印にはなってくれそうだな。あら、その横に見える人工物みたいな建物は？あれは監視塔、帝国軍が建てた施設だ。ノルド高原の南東、共和国方面を監視するための施設と聞いている。共和国、帝国の東に位置する大国カルバード共和国か。クロスベル方面だけじゃなく、こちらでもつながっているんだな。ああ、そしてあちらの山脈の方角に俺の故郷である集落がある。なるほど。地図で確認すると、大体の位置関係がつかめてきたような気がするわ。しばらくは地図を片手に慣れる必要がありそうだな。そういえばあちらの方に不思議な石柱がありますね。あ、本当だ。明らかに人の手で建てられているようだが、この高原にはああいったものがあちこちに点在していたな。どうやら1000年以上前にあった巨石文明の遺跡らしい。巨石文明。ふむ、帝国にも残っている精霊信仰の遺跡のようなものか。そうかもしれませんね。いろいろ興味はあるだろうが、今日は後回しだ。なんとか日没までに集落にたどり着かなくてはな。あ、了解だ。それじゃあ行きましょうか。OK。この馬に乗ってっていうのがいいね。食べるんだっけや。ファイヤー。こんな感じで。全然しか喋るんだよ。これ。ファイヤー。日が落ちてきたな。集落までもう少しだ。このまま飛ばすとしよう。ファイヤー。かっこいい。さて、いやー、馬か、乗ったことないな。まあそんな乗る機会がそもそもないけどね。ノルドの集落。のどかなところじゃないか。これがガイウスの故郷か。なんだか新鮮なような、懐かしいような。
不思議と狂愛に誘われるような光景だな。確かに言い方ってかわかんない。まあこの場に転住しているわけではないが、夏から秋にかけては北へと移動するのが常だ。なるほど、遊牧民だものね。だからああいう変わった建物なんだよな。ああ、厚手の喉でできた移動式の居住だな。さて、まずは俺の実家に案内しよう。長老などには改めて紹介するとして。あんちゃーん。あんちゃん、ガイウスあんちゃん。ガイウスお兄ちゃん、お帰りなさい。ただいま、リリ、シーだ。トーマも元気そうだな。あんちゃんこそ。お帰り、ガイウスあんちゃん。あ、ただいまだ。すごく慕われているな。ええ、一人っ子には目の毒ね。そうですね。あ、ひょっとして手紙に書いてあった。あ、俺と同じクラスの仲間たちになる。はじめまして。ガイウスあんちゃんの、じゃなくて、ガイウスの弟のトーマって言います。こちらは妹のシーダとリリ。はじめまして。あんちゃんのお友達？はじめまして、リンだ。アリサよ、よろしくね。エマです。みんな可愛いですね。リューシスだ、よろしく頼む。わあ、帝国の人って感じだな。ゆきともに恵まれたようだな。父さん、母さん、ただいま戻りました。お帰りなさい。皆さんもはじめまして、ガイウスの母のファトマです。お母さん？全然見えませんね。確かに若い。お上手ね。ガイウスの父、ラカン・ウォーゼルだ。よろしく頼む、主管学院の職務。はい、こちらこそ。よろしくお願いする。さて、客人用の居住を離れに用意しておいた。積もる話もあるだろうが、ひとまず荷物を置くといい。じきに日も暮れる。我が家で夕げとしよう。変にこう木とか石とかで作られているよりもなんかちょっとあったかい感じがしますね。おいしい。これどんな風に味付けしているんですか？生地肉を岩塩と香草で包み焼きにしているの。帝国の方の口には合わないかもしれないけど。とんでもない。どれもすごくおいしいです。この炙った串焼きも味が深くてうまいな。あ、それはカバブっていう羊肉を串焼きにした料理です。どの品もとても美味しくいただいている。他の地方に行った範囲に申し訳ないくらいの味だ。よかった、ユーシスにそこまで言わせるとは。口に合って何よりだ。お母さんのご飯大人気だね。長旅で疲れていたのもあるとだろう。ノルト料理は疲労に効く需要の高いものが多いからな。なるほど、確かに体の芯から効いてくるような。後でレシピを聞いてシャロンにも教えてあげようかしら。あのこちらのお茶も召し上がってください。ノルドハーブを使った消化にいいお茶で。ありがとう。ほっとするような優しい味ですね。いいね。このノルドの地はある意味とても自由な場所だ。帝国人である君たちには新鮮であり不便でもあるだろう。だがそんな場所であっても君たちと関係がないわけではない。士官学院を創設したドライケルス大帝ですね。出戦役においてこの地で挙兵した逸話ですか。ああ、ノルドの民の間でも伝承として語り継がれている。そして戦役が終わった後、ノルドの民は彼の継いだ帝国と長きにわたる友情を誓い合った。その良き関係が今日に至るまで続いているというわけだ。なるほど、ノルドの地は正確には帝国領ではない。
共に友情を誓い合った隣人同士というわけですね。ああ、しかし昨今、カルバードという東の大国が高原の南東に進出してきた。東に住む一族などは交流を深めているようだが、どうやらそれが少しばかり緊張をもたらしているようだな。帝国と共和国は昔ながらの宿敵同士ですから、ここ数年直接的な戦争こそ起きていませんけど、政治経済的な対立はむしろ深まっていますね。つい最近もクロスベルで大きな事件が起こったようだが、その背景にも帝国派と共和国派の対立関係があったと聞いている。そうみたいだな。まあとはいえノルドは双方にとっても辺境の地だ。監視塔なども立っているが、さほど心配する必要はないだろう。あまり気にせずに特別実習に集中するといい。わかりました。何でも実習の課題用意してくださったとか。ああ、一通り用意してやる。今日はもう遅いから、明日の朝改めて渡すつもりだ。それと実習の範囲だが、少なくとも午前の間は南西部に限るのがいいだろう。南西部というと、今日私たちが通ってきた場所ですね。ああ、ノルドの地は広い。北にも高原は広がっているが、まずは南西を回ることにしよう。あ、わかった。そうなると朝の課題はその範囲のものになるんですね。あ、その通りだ。ガイウス、昼頃には戻ってくるようにしておけ。昼気の後に残りの課題を渡すとしよう。わかった、父さん。それでは今日のところはこのくらいで休むといいだろう。遊牧民の朝は早い。ゆっくり休んで疲れを取るといい。離れの方にシンが教えているわ。ガイウス、案内してあげて。わかった。リリも案内する。私も。ほら、アンちゃんを困らせるんじゃないって。ごちそうさまでした。おやすみなさい。いいご家族じゃないか。やっぱこんな広大なところに住んでると心も器も寛大になるんでしょうかね。すまないな、男女別で用意できればよかったんだが。ううん、気にしないで。リンさんとユシスさんなら紳士なのは間違いありませんし。当然だ。とにかくありがたく使わせてもらうよ。ガイウスは当然実家の方で寝るんだろう。ああ、妹たちにもせがまれてしまったからな。朝は日の出に合わせて起こしに来るが大丈夫か。ええ、なんとか。さすがに今日はすぐにでも寝られそうですし。構わず起こしに来るがいい。わかった、それではいい夢を。ああ、おやすみ。まあ、少なくとも7組にはフラチモノはいなそうだからね。なんというか、いろいろと恵まれている男だな。そうね、食事の時にも思ったけど、素敵なご両親に可愛らしい兄弟たちか。それと、高原の雄大な光景と自然と共に生きる日々。そういった環境がガイウスさんの悠然としたところを育んだのかもしれませんね。そうだろうな。明日は早い。俺たちもそろそろ休むか。あ、依存はないぞ。もうクタクタ。すぐに寝られそうだわ。それじゃあ着替えたら明かりを消しましょうか。いいね、その滋養に効く体にいい料理っていうのいいな。もう食べ物の思考がもうだんだんおっさん化してきてるもんね、俺。スナック菓子とかね、いっぱい食べれないもんね。せんべいが美味しい。ここは、そうか、ノルド高原だったか。
食事と空気のおかげか、かなり気力が充実している。ユン老師もこういう場所で修行したのかもしれないな。早いな、リー。おはよう、ガイウス。もで、その学校は？ああ、羊の放牧を久々に手伝ってきた。そろそろ朝毛の支度もできている頃だ。わかった、みんなを起こすか。かっちょいい。ユース、アリサにエマを。朝だぞ、起きるがいい。ここ羊の鳴き声？メガネは…寝ぼけてたのお前ら。さすがにこの時間は早すぎたのかもしれないな。ね、建物の煙突からこうね、湯気が出てる感じね。湯気なのか普通の煙なのか分かんないけど、なんだろう、おかゆかな。おいしい、しみる味だな。ミルクがゆみたいなものでしょうか。羊の乳と塩漬け肉を使った朝がゆです。一応妹たちが用意したんです。マジでリリも手伝った。大したものだな。やっぱりレシピを教えてもらいたいかも。あ、はい、ですね。気持ちのいい子たちね。いい数の導きがあったみたいだな。あ、おかげさまで。さて、それではこれを渡しておこう。特別実習の封筒6月を受け取った。特別実習1日目、実習内容は以下の通り。ゼンダーモンからの要請、必須。ゼクス中将、特化クラス諸君に高原に没する魔獣に関する要請を出させてもらう。詳しい説明はゼンダーモン司令室にて、装備などの整えた上で来てくれたまえ。ゼクス・バンダール。薬草の調達、必須。薬師アムル、ある大切な薬の材料となる薬草の調達をお願いしたい。詳しい話は直接するから、まずは僕の居住まで来てくれ、アムル。監視塔への配達、と依頼書は切れて。帝国軍の監視塔にいる兵士さんたちへの届け物を頼まれてほしい。詳しくは交易所の切れてまで、切れて。はい。ゼンダーモンの用事から薬草集めまで、高原ならではの課題を入れてくださったんですね。ああ、それなりに吟味して用意させてもらった。昨日も言ったように、午前中は南西部だけで終わるはずだ。了解した。ありがとうございます。よし、それじゃあ早速実習を始めようか。必須のものを片付けたら昼までに戻ればいいわけね。ああ、昼寝を取るためにな。それと集落を出るときには昨日と同じく馬を使おう。下手に徒歩で出たりして行き倒れになりかねないからな。わあ。確かにシャレになっていないぞ。風と女神の加護、気をつけて行ってくるがいい。この集落には3つの施設があります。長老の家では工房機能を、交易所では武具道具の購入を、宿泊用ゲルでは休憩をすることができます。必要に応じて利用してください。ガイウスのエスクラフト、カラミティホークが使えるようになった。うわーおー、ガイウスはね、本当戦闘能力も高いし、クラフトがどれも使いやすいんですよね。これはもちろんこのエスクラフトもとても使いやすくて、本当に頼もしいんだ。まあ、それでも他のキャラ結局使っちゃうんだけどね。で、まずは、回収的な要素をやっていこうと思う。あのおかゆのレシピを聞きたいので、どこかな。あ、朝がゆのレシピは簡単にまとめておきました。よかったらどうぞ。いやー、わざわざレシピにしてくれるあたりね、いい子だ。助かる、Cだ。わざわざありがとうね。これでいつでも美味しくいただけますね。普段朝ごはんとかちゃんと食べない俺でも、ああいうのだったらきっと食べれるな。
朝は結構適当なんだよね。まあ適当に本当お腹に入れる時もあるんですけどね。とりあえずちょっと料理を確認しますね。ミルクガユ、さすがガユスが得意。頑張ってみるか。これは絶品だな。ノルドガユ、あーでは特別なものが作れるというわけではないみたいですね。ってことはこの2人どちらかが何かいいものを作ってくれるんでしょう。仕方ない、手伝ってやろう。当然の結果だな。仕方ない、手伝ってやろう。あ、ミルクがなくなった。これはモイスチャーが、何が起きた。モイスチャーって、よし。で、とりあえず装備を整えに行こうか。攻撃所だよね。ここは集落の交易所だ。最近では狩りのためにゼンダーモンから帝国製の武器や道具なども仕入れている。実習中のいろいろな準備はこちらに頼るのが良さそうね。ふむ、伝統的な装飾品なども扱っているようだな。ええ、素敵な品がたくさん置いてあるみたいです。いいお土産になりそうだな。後で個人的に見ておくか。お、誰に送るの。いや、たまには妹の機嫌でも取っておこうと思ってさ。程度の女学に行ってからほとんど会えてないし。チラッと出てきましたよ。あ、そういえばリーも妹がいたか。いいお兄さんがいて羨ましい限りですね。いらっしゃい、よく来たね。それにしてもガイウスがこれだけ外の人間を連れてきてくれるだなんてね。嬉しいこともあるもんだよ。そう言ってもらえると俺も嬉しいです。なんだか光栄ね。あ、そうだな、あなたが依頼をくれたキルテさんですか。そうとも、私がキルテさん。見ての通りここではいろんなものを取引していてね。集落の中はもちろん外の人間とやり取りすることもある。と言っても頼みたいのは商売とは関係のない届け物なんだが、引き受けてもらえるかい。じゃあ受けときましょうか。はい、任せてください。そうかい、それは助かるよ。それで配達というのは、どうやら帝国軍の監視塔へ届けるみたいですけど、一体どんなものを運べばいいんでしょうか。そうだね、まずはこの羊の乳から作った新鮮チーズ、それから羊の塩漬け肉に燻製肉だろ。まだまだあるよ。あとは、ふむ、要は食料品の詰め合わせか。ええ、それもすべてこの集落で作られたものですね。あ、そういうことですね。昔から帝国軍の人たちとは友好的にお付き合いさせてもらっているからね。これはその感謝の印、お裾分けみたいなもんさ。ノルドの地の食べ物のお裾分け、正直羨ましいわね。そう言われると嬉しいものだな。俺もアリサと同意見かな。ちなみに誰に届ければいいですか。あ、監視塔の入り口扉のところにザッツさんって人がいるはずだから、その人に渡してくれるかい。私の名前を出せば心よく受け取ってくれるはずさ。じゃあよろしく頼んだよ。確かに受け取りました。それじゃあ早速配達しに行くか。ええ、早く行って兵士さんを喜ばせてあげましょう。もう当然こう日持ちさせるための方法は知ってるでしょうし、体にもいいしってやつですよね。いいなぁ。とりあえず武器を購入しますね。お金はちょっと減ってきたな。まあ最悪同時化してお金作りますんで、一応全員分ね、そびておきます。で、リッチとレザーより専用のものの方がいいな。ちょっと防御力下がるけど、うん、そうしよう。長老の家によって凛の武器だけでも強化しておきます。長老、ババ様、
おお、ガイウス。それに核融の諸君だったな。うむ、よく来たね。それに昨夜は存分に休息が取れたようだ。はい、おかげさまで。改めて短い間ですがお世話になります。歓迎させていただこう。もとより客人は家族のようにもてなす習わしだ。それと我が家にはオーブメントを調整するための機材が置いてある。みんなで活用しているものだから君たちも自由に使うがよかろう。そんなハイテクなものを普通に置いているんだもんね。あれのことですか。本当に本格的な機材が整っているみたい。でもどうしてこんなところに。ふむ、まあそのうちわかるだろう。それ以外にももし困ったことがあったら遠慮なく言うといい。良き滞在となることを風と女神に祈っている。心遣いに感謝します。実習も頑張らなくちゃいけませんね。ふむ、みんないい目をしているようだ。ガイウス、良き出会いに巡り合えたようだね。ええ、本当にそう思います。まあこういうアイテムを置いてってくれる技術者が定期的に来てくれてるんでしょうかね。マテリアル俺結構持ってんな。使うか。多分拾えるでしょう。使おう。ちょっと勇者さんごめん、後回し。よし。あ、でついでに特に、あーでもちょっといいのあるな。でもまあそんなにセピスないし無駄遣いしない方がいいか。よし、じゃあもう一個とりあえずクエストの受注だけでもしておきたいかな。では、どれだ。地図、地図、この辺の建物ん、行き過ぎた、こっちか。いたいた。おや、ガイウスに士官学院の皆さんか。はじめまして、僕はアムル、この集落のクスシだ。へえ、そうなんですね。クスシというとつまりは医者のようなものか。ああ、そう思ってくれていい。ここではあらゆる薬を調合してもらうことができるが、みんなアムルさんにはお世話になってばかりだな。ガイウス、それを言うならお互い様だろ。ま、君たちも滞在中に何かあればいつでも遠慮なく頼ってくれ。傷薬でも胃腸薬でも症状に合わせて調薬させてもらうからさ。それは心強いわね。その時はぜひお願いします。さてと、自己紹介が少し長くなってしまったね。早速依頼の話をしても大丈夫かな。はい、お願いします。うん、それじゃあ説明させてもらうよ。実は今集落の馬たちに与えるとある薬を作っているところでね、君たちにはその材料の一つのある薬草を調達してきてほしいんだ。馬たちの薬、何か病気にかかっているんですか。いや、薬といってもこの場合は予防薬だね。というのも、実は昔からノルドの馬だけに発症する特殊な疫病があってね、いわゆるフード病というやつか。あ、そしてその疫病はまさにこれからの時期、暑さが最も厳しい夏の盛りに流行る可能性が高い。放っておけば死にもつながる危険な病だ。それは恐ろしいな。でもちゃんと対処すれば予防できるんですよね。うん、そのために必要なのがエポナソーだ。エポナソー、エポナ。集落南部の高原に生えていて黄色い花をつけるのが特徴でね、ガイウスがわかるから高原を回ってそれらしいものを探してきてほしいんだ。数はそうだな、5つもあれば事足りるかな。南の高原に咲く黄色い花を5つ。なるほど、了解しました。ふむ、なら善は急げだな。アムルさん、行ってきます。ああ、よろしく頼んだよ。はいと。エポナっていう単語にちょっと反応してしまった。はい、まあでもそういう病を乗り越えた馬だからこそ、そしてこの広大な大地を駆け回っている馬だからこそ、ここの馬はやっぱり優秀な馬が多いんでしょうね。はい、でまあクエストの攻略はまた次回からなるべく効率よくね回っていければなと思ってますんで、ここでセーブして終了しますね。スーパーとぐらい全く戦闘とかのないパートが重なってますが、
まあ次回からバリバリ戦うでしょう。はい、というわけで英雄伝説戦闘奇跡実況プレイパート48はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見ていけるなー。